キング。こんにちは、こんばんは。歴史冒険家、みなきちです。今日はマンモスとの三密を避けて縄文クッキングを見守りたいと思います。ミツです。材料はこちら。無塩バターよ、グラニュー糖よ、全卵よ、アーモンドプードルよ、きな粉またはココアパウダーです。薄力粉も忘れずによ! まず無塩バターをボウルに入れ、ゴムベラで滑らかになるまでよく混ぜる。次に砂糖を加えよく混ぜる。次によく溶いた卵を2回に分け、その都度よく混ぜる。次にアーモンドパウダー、ふるっておいた薄力粉、きな粉またはココアパウダーを加え、ゴムベラで切るように混ぜる。それでは生地がひとまとまりになったので冷蔵庫で30分間休めます。それでは型を抜かそれでは型抜きをしていきます。型はこちらの3種類。まず火炎型土器から。次に遮光器土偶。そしてハート型土偶リベンジ。ご覧ください、美しいハート型土偶です。焼くこと約12分から17分。わわわわわ、なんということでしょう。まあなんと素敵な古代の宝物。 It is a treasure of the Jomon period. なんと今まで私のチャンネルで紹介した火炎型土器、ハート型土偶、遮光器土偶、このクッキーの方、このクッキーの方々です。見てください、愛くるしいハート型土偶のクッキーたち。おー、そしてこちらが火炎型土器。火炎型土器、そして遮光器土偶。すごい上手にできました。素晴らしい。それでは縄文クッキーを食べていきたいと思います。縄の模様もしっかりついています。今回私が購入した3つのクッキー型の他にもたくさんの種類があります。今話題のアラビア様のクッキー型も。これは大西です。
地の上手な使い方がサクサクさんの YouTube チャンネルに載っているので、ぜひ見てみてくださいね。概要欄にリンクが貼ってあります。それでは火炎型土器に火炎型土器をしまいます。なんて便利なんでしょう。これはドキドキね。みんなもクッキー作ってみてね。